西武の菊池雄星投手です。ポスティングシステムメジャー入団、しかも高校卒業後すぐという異例の挑戦でした。前例がまずなかったのでね、不安もありましたけど、ただ目標として誰もやったことないような、そのぐらいの高い目標をすること設定することで、そこに近づくんじゃないか。菊池投手のもとには日米合わせて20球団が面接に訪れ、18歳の決断に大きな注目が集まりました。日本の方全員に認められてから、世界でプレーしたいと思ったので、日本で残るという決断をしました。人材の流出につなが周りのこととか、やっぱりすごい気にしてたなと思います。僕が行くことで野球界が良くない方向に行くんじゃないかなっていうのも強くありました。やっぱり前例を作ることで、防波堤じゃないですけど、それが一つの例を作ることでなくなるわけですから。なかなか興味深いグラフですけど、はい、なんと6年目まで 0% というグラフです。そうですね、正直もうプロ入ってから怪我も多かったですし、まずローテーションを守ること、結果を出すことだけで精一杯でしたね。だから5年間でわずか22勝、大リーグ挑戦への自信もなくなりました。だからもうメジャーっていうのは少しこう遠い存在になってたというか、頭から離れてた時期もありました。はい。でも夢、ずっと夢ではあったわけですよね。そうですね、ただ夢も距離感があるじゃないですか。その距離感がどんどん遠くなる時期でしたね、この入団してからの。はい。この年のオフ、きっかけをつかみたいと一人で海を渡り、大リーグの試合を初めて観戦したのです。世界一をかけたポストシーズン、超満員のスタジアム、大歓声、そして大リーガーたちの真剣勝負、本場のベースボールがそこにありました。鳥肌立ちましたね、はい、やっぱりここで野球しなかったら多分死ぬ時後悔するんだろうなと、はい、思いました。一回蓋をしてた、忘れかけてたような場所だったんで、そこにもう一回こうなんか呼ばれてるというか、意味あってここに来たんだろうなって僕は思って。消えかけていた大リーグへの思いに再び火がつきました。肉体改造に乗り出し、持ち味のストレートに磨きをかけていきます。左ピッチャーとしてプロ野球史上最速となる158キロを記録。3年連続で2桁勝利を挙げ、球界を代表するピッチャーとなりました。挫折や困難を乗り越えてたどり着いた揺るぎない信念があるといいます。初めから賛成されるものにろくなものはない。やっぱり夢を語ると絶対リアクションがあって、やっぱりポジティブなものだけじゃないし、当然ネガティブな反応っていうのもあるんですけど、でも高校の時もそうだったし、これからも多分そうだと思うし、その中で自分がやりたいことを純粋に、周りを気にせずに、自分が本当にやりたいこと、本当に行きたい場所に行くっていうのが大事なんじゃないかなって。自分の道を信じて進む、菊池投手は夢へのスタートラインに立とうとしています。ドキドキですか、それとも怖い、いやもう緊張、
今はこう、まあ、自分の人生の中で一番のこう、なんだろうな、分岐点というか、そういうところだと思うんで、ワクワクした気持ちの方が強いです。はい。